はい、それでは今日の微積分の授業を始めたいと思います。で、前回はそのユークリッド空間 RN の話から始めて、その点集合とか、それから距離ですとか内点とか外点とかいう概念の定義について説明しまして、で最後はそのユークリッド空間の回集合と閉集合というところまで説明をしたと思います。で、前回の最後のところで一つ皆さんにこう宿題を出して終わっていたんですけれども、それは何だったかというと、二次元のユークリッド空間のある一点ですね、 AB という座標の点は、回集合ですか、それとも閉集合ですかという質問をして前回の授業を終えました。で、皆さんもうお気づきかと思いますが、今日の小テストにもこれと同じ問題を出しました。で、ちょっと聞きたいんですけれども、この点がですね、回集合だと思う人書いてあるのがいますか。はい、それから閉集合だと思うって書いてる人のがいますか。はい、どちらでもないと思って書いてる人のがいますか。はい、じゃあ、ちょっとこの問題に関しては先週宿題としておりましたので、今ここでばらしてしまいますけれども、答えは閉集合です。で、大事なことはこれがなぜ閉集合かを理解するということなので、一応その理由についてこれから説明をしたいと思います。で、閉集合の定義をもう一度思い出してみますと、R2 の部分集合 D が閉集合はどういうことだったかというと、この境界ですね、このラウンド D というのは境界、もしくはデルタ D というのは境界を表すんですが、この境界全部がその D に含まれるというのがこの閉集合の定義でした。で、その境界っていうのは、どういう定義だったかというと、まあ、これ D の境界ですね。D の境界っていうのはどういう定義だったかというと、D の境界点全体という定義でした。で、じゃあ D の境界点というのは何だったかというと、その、まあ、D の一点ですね。D の一点がある点が、例えば今出しているこの AB が D の境界点っていうのはどういうことを言っていたかというと、このまあ、AB を中心としたイプシロン近傍を考えるわけですね。で、このイプシロンはいろいろ取るわけですが、どんなイプシロン近傍を取っても、この AB を中心とするイプシロン近傍と、まあ、D が交わりを持つと。このイプシロン近傍と、まあ、もともとこうあるですね、ある集合 D が交わりを持ち、かつ、この D の外側の点ですね、このイプシロン近傍と D の外側の点も交わりを持つというのが、この境界点の定義だったわけですね。で、じゃあ今ですね、この、あ、すみません、ちょっと、もう正確に書くと、これ1点からの集合ですね。この1点からの集合が、まあ、回集合か閉集合かっていうのを調べるんですけれども、まあ、仮に、この、まあ、AB。で、この今 D と書いたこの集合は、この AB1 点からのみになるわけです。そうすると、この AB を中心にして、イプシロン近傍を作りましょうと。
そうすると、これが、まあ、AB を中心とするあのイプシロン近傍なわけですね。で、じゃあこれが、その、もともと与えられた D、集合 D と、それから集合 D の以外の点と交わりを持つかどうかっていうのを調べてみます。そうしますと、まずこのイプシロン近傍っていうのはこの AB という元の点を含みますので、そうすると、この AB っていうのはこの集合 D の点ですから、するとこのイプシロン近傍っていうのは D、集合 D と交わりを持つということが言えるわけですね。それが1点目、この条件を満たすと。で、次に、じゃあこのイプシロン近傍が D 以外の点と交わりを持つかっていうことを考えますと、この AB の点以外のこの平面全体というのはこの D の外側 D じゃない点なわけですね。そうすると例えばこの仮にこの近傍の半径イプシロンをどんなに小さく取ったとしても必ず D ではないその R2 の点との交わりができるわけです。まあもちろんこの E をイプシロンをもっと大きくしても当然その D ではない R2 上の点と交わりを持つわけですね。そうすると、任意のイプシロンに対して、そのイプシロン近傍は D ではない R2 の点とも交わりを持つということなので、まず、この AB という点は、この D の境界点になるということが分かります。まずここを押さえましょう。で、じゃあ次に、じゃあこの D の境界がどうなっているかっていうのを調べると、実はこの D という集合は、この AB1 点でしか、からしか成り立っていませんので、そうすると、この D の今見つけたこの境界点がですね、この唯一の D の点ですから、当然、この D の境界点全体を示すわけですね。ですので、このまあ D 自体がD の境界になっているということができます。で最後に、じゃあこれが成り立つかどうかっていうと、実は今の場合は、D はこの1点からなる集合ですから、実際にはこの D の境界が D 自身に等しいということで、この場合は、この点ですね、この集合はこの平集合という結論になります。ここまでいいでしょうか。もしこの説明でまだ理解ちょっとわからないなという人がいたら、まあ、休憩時間に聞くのも、まあ、聞くとかですね、あるいは、まあ、この授業もそのうちこうの動画にして上げますので、まあ、そこで見てもらってもいいですけれども、まあ、なるべくこう早くこう理解しないと心配だという人はぜひ僕か TA のウーさんか中田さんに質問してください。はい、以上が前回の最後の宿題の解説でした。で、一応、まあ、回集合、平集合というのを踏まえて、またしばらくその、いろいろな集合に関する言葉の定義や性質が続きますので、次にその平方という言葉をやっておきます。でここでは D をその N 次元のユークリッド空間の部分集合としまして、まあ、これに対してその D の平方というのを定義するんですけれども、まず先に記号を書きますと D の上にバーをつけます。で、その定義は、この D とその境界の和集合というのに定義されます。
ここまででしょうか。で、まあ、これは言葉の定義ですので、これでいいと思います。で、今度は、その、今までやりました、その、回集合ですとか、閉集合といった集合に関して、いくつかの性質がありますので、一応、それを一通り説明しておきます。命題として書きましたけれども、ここでもその D を N 次元ユークリッド空間の部分集合とします。この時に、まあ、次が成り立つということで、教科書ですと、125ページの下の方にこう文章でずら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 っと書いていることなんですけれども、一応今回その箇条書きにしてみます。まず最初に、D が回集合のとき、またその時に限って、この D の上に丸がついたやつですね、これは何だったでしょう。一応前回の授業の定義を思い出してもらいたいんですが、D の内部と言いました。で、図も教科書の125ページの図の 4.3 にありますので確認してもらいたいですが、まあ、D が回集合の時は、この D はその D の内部に等しいと、また逆も成り立つと。でもまず1つ目ですね。それから2つ目は、D が閉集合のとき、またそのときに限って、この D 以外の Rn の点は回集合になります。ちょっと項目が多くて、まあ、一つずつはそれほど長くないので、バンバンいきますけれども。で、3つ目。D が閉集合のとき。またそのときに限って、先ほど説明しました D の平方ですね。D の平方は D に等しくなります。で、4つ目ですね。4つ目なんですが、この D の内部ですね。この D の内部は、回集合となります。で、あと2個ほどあるんですけれども、5つ目として、今度は D の平方ですね。D の平方は、今度はこれは閉集合になります。で、あと最後6つ目の F なんですけれども、一つはこの Rn 自身ですね、Rn 自身自体と、それから空集合は、これ回集合でしょうか、閉集合でしょうかっていう話なんですが、実はこの両方になっていることが示されます。
まあ、以上がその回集合ですとか閉集合ですとか、それから内部や平方に関する、まあ、いくつかの基本的な性質です。で、まあ、最後の F だけちょっとは自明ではない部分があるかもしれませんけれども、その残りの ABCDE に関しては、まあ、皆さんそれぞれ考えてこう証明をつけることができると思いますので、まあ、もし気になった人がいたら後で質問してください。で、それからこういう証明を考える際、もしくはそのこういう概念を理解する際には、その例えば今日小テストでやったような、まあ、割と単純な例題ですね、そういう例題をこう自分で作ってこう考えてみることは、まあ、理解の助けになるんではないかと思いますので、まあ、ぜひやってみるといいと思います。ここまでいいでしょうか。それでは集合に関する言葉で最後に誘拐という言葉が出てきているので、これをやりましょう。まあ、微積分でいろいろな概念を考えるときに、しばしばこの誘拐という概念がその条件として使われたりすることがありますので、一応これをやっておきます。これも例のとおり、その N 次元のユークリッド空間の部分集合 D に関する性質なんですけれども、この D が誘拐であるとは、これは O を Rn の原点としたときに、これをよく使われる言葉、記号だと思いますが、ある正の実数 R が存在して、この原点を中心として、半径 R ですね、この原点を中心とする O のその R 近傍にこの D が含まれるということを指します。ですので、図で書きますと、例えばここにその Rn の原点があったとして、D がこんなふうにあったとすると。で、この時に、この原点 O を中心とする適当な半径の円でこの D をすっぽり囲いますかっていう話なんですね。でこの場合は、例えば、このぐらいのある半径でこう円を書きますと、でこれがその O の R 近傍になるわけなんですけれども、例えばこういう R 近傍を用意すればこの D をすっぽりと覆うことはできるわけですね。こういうふうにできるようなこう D のことを、D に対してこの D は誘拐であるという言い方をします。ですので、言ってみれば手を伸ばせば届くっていう感じですかね。手を伸ばす長さは有限で良いと。我々の手は自由には伸ばせませんけれども、限りがありますけれども、この R 近傍の手は我々が持っている手よりもずっと伸ばしてもよいと、有限の範囲で伸ばしてよいという意味です。ここまでいいでしょうか。
以上が大体そのこれから勉強するその多変数の微積分で主に使う、まあ、集合に関する言葉の定義で、まあ、言ってみればそのまあ地図の読み方をこう習ったようなものだと思いますけれども、まあ、ここからだんだんその微積分の内容にこう近づいて入っていきます。具体的には微積分に近づいていきます。で、集合の話をしましたら次はそのまあ、極限とかですね、点の列とか、それから極限とか、そういったものを考えていきます。教科書でいうと、126ページの下の方にあります、括弧2というところですね、極限値と連続関数のところへ行きます。皆さん、1変数の微積分の時に習った順番を思い出してもらうと、そのまず1変数の時には、多分数列が最初の方に出てきたと思うんですね。で、数列の収束とか発散とか、それから極限といったような話をしたと思いますけれども、多変数の場合も、その同じように、この1変数でいう数列をもっと一般化した概念として、点列というのを考えます。ですので、まずその点列の収束に関する性質から見ていきます。で、まあ、最初にやることは そもそもじゃあ点列っていうのは何ですかっていう話ですので、点列の定義から入りましょう。で、今ここではやはりユークリッド N 次元のユークリッド空間 Rn を考えますけれども、 Rn の点列、これをまあ Pj を中括弧でくくったものと書いて、まあ、J イコール1から無限大というこういう書き方をします。で、まあ、別の書き方としては、これは、その、P1、P2 から、こう、P の J をですね、点でずっと並べたものなんですけれども、で、その定義というのは、各 PJ をですね、この PJ は Rn の、まあ、点列ってことですね。Rn の点ですので、この各 PJ に、の座標に、まあ、こういう座標を定めて、で、この J を、まあ、1、2から順番にこう増やしていったものの集まりと、これをまあ Rn の点列と呼びます。
ですので、まあ、例えばその R2 ですね、座標平面上でこう書いてみますと、例えば、まあ、P の1をこんなところにとって、P の2をこんなところにとって、P の3、P の4と、まあ、こんなふうにこう、P の J に対して、こう、一個一個その座標を定めるということで、この点列というのを定義します。ですので、1変数の場合には、この点列をですね、この、例えば X 軸、もしくは数直線の上でやってたっていうことに相当するわけですね。そういう意味で、この1変数でやってた数列をより一般化したものと言えるわけです。まあ、これはこれでいいでしょう。で、次にその点列の収束ですね。今度は、収束や発散の、収束か、収束の概念を使いますので、まあ、点列の収束といった定義をします。で、ここでは、1個点列を考えます。先ほどと同じような PJ と呼ばれる点列ですね。で、これが、一応もうちょっと正確に書いておきますと、その N 次元ユークリッド空間の点列が、まあ、N 次元ユークリッド空間のある点 A に収束すると。とはどういうことを定義するかといいますと、前回の授業の時に、その RN の点同士の距離という概念についてやりました。そうしますと、この点列の点 PJ と、それからこの点 A との間ですね、距離を考えることができます。例えば、そうか、P の1があって、P の2があって、P の3があって、それから、まあ、ここに A があるような状況を考えましょう。そうすると、P の1と A の距離、それから P の2と A の距離、P の3と A の距離っていうのを考えることができるわけですね。これが D の1A、以下同様と。で、そうしますと、このですね、PJ と A の距離をですね、この J をどん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 増やしていきますと、これっていうのは実数列になるということは分かると思います。距離、点と点の間の距離というのは実数でしたので、そうすると、この PJ と A、ある PJ と A っていうの距離というのはある実数なわけですね。それで J を1、2、3、4、5、6などでこうどんどん変化させていくと、まあ、この距離の列っていうのが数列になることがわかります。で、これが、もし、その J をどんどん大きくしていったときに、まあ、0に近づくときに、この点列がは、この点 A に収束すると言います。で、ここで注意してもらいたいのは、その点列の収束の概念というのを、この1変数の、その数列の収束で定義しているということに注意してください。そのために、この PJ と A の距離を測って、でそれがこう0に近づくことで、をもってこの点の列は A に近づいているという定義の仕方をしています。
ああ、すみません、もう少し説明ありましたね。で、さらにこの時、この収束のことを書く書き方なんですけれども、A はリミットの Pj、J が、まあ、どんどん大きくなっていく、無限大になっていくの Pj、または、まあ、Pj 矢印 A と。で、括弧して、まあ、J 矢印無限大。まあ、こういう書き方をします。でそれから、この点 A のことを、この点列 PJ の極限点と言います。以上がその点列の収束とそれから極限点の定義です。いいですか。この教室は黒板の位置が若干低いようなので、もしその板書の高さが低くて見づらいようなことがあったら言ってください。一応大体ですね、こうビデオ収録するときもなんですけれども、大体この蛇口より上のところで板書が来るように書いているつもりです。そうしますと後ろからカメラで撮ったときもちょうど皆さんの頭の上でこう板書がこう書かれるようになっているようです。それではちょっと一つですね、この点列の例を見てみましょう。ここでは、この普通の座標平面上の点列を考えます。で、それをどういうふうに定義するかというと、この Pj を、j 分の1、マイナス j 分の1という座標で、この点列を定義します。そうしますと、まあ、XI 平面上でこの点列がどういうふうにこう出て現れるかということをこう調べるわけですね。で、まあ、これは単純にこの J のところに1、2、3、4って順番にこう自然数を代入していけばいいわけです。例えば J が1のときは、これ1とマイナス1ですので、まあ、この辺にこう P の1が来るわけですね。で、2のときは、J が2のときは、2分の1とマイナス2分の1。J が3のときは、3分の1とマイナス3分の1というふうに、こう、こんな感じでこうだんだんこう PJ が現れるわけです。でそこで、この A としてこの原点を持ってきました。で、この原点とですね、この点列がどういう関係を持つかということをこう見ていくわけですけれども、結論から言うと、
この点列 PJ はこの原点 A に収束しますということを言うんですが、一応それを先ほど の, その点列の収束の定義にのっとって調べて示します。で、先ほどの点列の定義ではこの点列の点 PJ とその A との距離を測っていました。ですので PJ とそれから A の距離をですね、一応以前やった定義に基づいて書いてみますと、こういう式で定義されましたから、j 分の1の2乗プラスマイナス j 分の1の2乗の平方根して定義されていましたので、そうすると、混合の中が j 2乗分の2になって、j 分のルート2になるわけですね。そうすると、点列 PJ と A との距離というのが、その、J 分のルート2という数列になりまして、これは、皆さんよくわかると思いますけれども、J をどんどん大きくしていけば、0に近づくと。で、ゆえに、先ほどの点列の収束の定義にのっとって、点列 PJ は A に収束するということが結論付けられます。で、この今の例題はこのちょっと後でまた出てきますので、ちょっと覚えておいてください。で、次にこの点列に関して一つ、実数列、点列の座標に関するその命題性質がありますので、それを挙げておきます。一応これも N 次元ユークリッド空間の点列 PJ というのを考えまして、でこの PJ をですね、実際にこの各座標に関しては、こんなふうに第一座標を X1 の括弧の J、 それから同様にして XN を N 番目の座標を XN の括弧の J というふうにこう表します。この時に次の式が動値になるというのがこの命題なんですが、一つ目は、この点列 PJ がある Rn の点 A に収束するということ。で、この時にこの A の座標を A1 から N というふうに書いておきます。もう一個書けるかな。もう一つの式は、
今度はこの点列の座標ごとに見た場合なんですけれども、例えばこの点列 PJ の1番目の座標ですね、 x1 の j がこの a の1番目の座標である a1 に収束すると。まあ、以下同様に、n 番目の座標である xn の j が an に収束すると。で、この2つが実は同値だというのが、ここで挙げる命題です。で、この命題を意味するところなんですが、一応説明しておきますと、この1番目は、この今ちょうど今日やりました、その N 次元のユークリッド空間での点列の収束を言っています。で、それに対して2番目は、この各座標のことを言ってるんですけれども、この各座標っていうのは実数ですから、これは実数列としての収束のことを言っています。で、これ何がこうご利益があるかというと、ここの括弧2番にありますように、そのこの点列の収束を示したいときには、もともとの点列の定義、収束の定義っていうのは、この 点列の点とそれから点 A との距離を測って、その距離の収束を定義したいわけですけれども、その代わりにこの点列の各座標ですね、各座標がそのこの A の各座標に収束するということを示しても良いと、示すことでこの点列の収束が示せるということを言っています。ちょっと分かりにくい人もいるかもしれない。もう一回言うと、その点、今日定義した点列の収束がですね、実はこの点列の各座標がこう収束するということで示せるということを言っています。ちょっとこれを説明する例題を次にやりますので、ちょっとやってみましょう。なお、この命題の証明は、ちょっと時間の都合でこの授業ではやりませんけれども、講義ノートには証明を付けておきましたので、まあ、気になる方は、後で確認しておいてください。次もその点、別なちょっと変わっ違う点、異なる点列の例題を出します。これも座標平面上の R 図上の点列なんですけれども、今度は PJ 各点の定義としては、J 分の1かけるコサイン2分の πj と、それから J 分の1かけるサイン2分の πj という定義をします。で、まあ、パッと見せられて、こう、これなんじゃと思う人が結構いるかもしれません。これでああって分かる人は羨ましいですけれども、まあ、一応すぐに分からなくてもそんなに焦ることはないので、一応ちょっとこの点列をですね、書いてみますと、最初 P の1ですね、 P の1は J に1を代入するんですが、コサイン2分の πですので、x 座標は1で、それから、あ、ごめんなさい、0ですね、ごめんなさい。コサイン2分の π は0ですので、それから、y 座標はサイン2分の π ですので、こう1になります。で、P2 は今度は j に2を代入するんですね。で、
今度は、j 分の1とか2分の1になって、で、このコサインのとサインの角度のところがそれぞれ π になりますから、コサイン、2分の1かけるコサイン π ですので、マイナス2分の1。それから、こちらはサインの π ですので、0。でもう一回ぐらいやりますか。P3 になりますと、今度は、ここの角度が、2分の 3π になりますので、そうすると、x 座標はコサイン2分の 3π ですから0で、で、y 座標は、サイン、3分の1かけるサイン2分の 3π ですので、マイナス3分の1というふうになりまして、まあ、実は、この PJ というのは、この三角関数がちょうどうまい具合に入っていますので、この原点の周りをぐるぐる回って、回るような、そういう動きをします。最初にまあ P の1があって、P の2、P の3、P の4っていうふうにこう、原点の周りをぐるぐる回る点列ができます。さて、じゃあこの点列が一体どこで収束するのかっていうのを調べるんですが、実は、先ほどですね、この例題、最初の例題でやったように、この、ある点を決めてですね、その点との距離をこう測って、その収束や収束を示すことでも示せるんですけれども、実は今やった命題からですね、この PJ がどこへ収束するかっていうのは、このそれぞれの座標がどこへ収束するかということを収束するかを調べればよいということが分かりましたので、この PJ の X 座標と Y 座標がそれぞれどこへ収束するかというのを調べます。まず X 座標を書きますと、これ J 分の1かけるコサイン2分の πj で、この J を無限大、どんどん大きくしていただけなんですけれども、このコサインセータの部分は、絶対値は1で抑えられるわけですね。そうしますと、あとは、この j 分の1の大きさで決まるわけなんですが、皆さんご存知の通り、この j 分の1っていうのは、j をどんどん大きくしていけば、0に近づくということで、これ全体は j を大きくしていくから0に近づきます。それから次に、y 座標の方を見てみますと、マイ座標も同じように、このサインシータの絶対値は、0と1の範囲にあって、そうすると残りは、この j 分の1でこの大きさが決まるんですけれども、やはり、これは j をどんどん大きくしていけば0に近づく。で、これはともに、j を無限大にですね、どんどん大きくしていったときにこういうことが成り立つので、実は、この PJ っていうのは、先ほどやった1番目の例題と同じように、原点に収束するということがわかります。ここまではいいでしょうか。で、ここで、ちょっと、一応皆さんに注意を促したいんですけれども、実は、例題、今やった2つの例題ですね。今やった2つの例題で取り上げた2つの点列っていうのは、どちらも、その原点に、座標平面上の原点に収束する点列だったわけですが、注意してもらいたいのは、その収束していく際の、その原点の近づき方が異なっているという点に注意してください。かたや、その例題の1番に取り上げた点列というのは、直線 y イコールマイナス x に沿って、こう原点に近づいていきます。一方で、今取り上げました、2番目の例題は、その原点の周りを反時計回りに、こう回転するような形で、だんだん原点に近づいていきます。で、このように、
その多変数、まあ、2変数以上の世界ですと、例えば一つその点列の収束をとっても同じ点に収束する点列、異なる点列がたくさん存在するということに注意してください。でこれがそのこのことによってその多変数関数の微分などではその一変数関数の時に考えなくてもよかったような、まあ、いくつかの問題が起きることがあります。一応このことを頭に置いておいてください。ここまでいいでしょうか。で、あと、点列に関してはもう一つですね、この命題がありますので、それを説明しておきます。と、これは、ちょうど教科書の127ページの問い 4.3 にあるものです。で一応今後板書の時にですね、その教科書の何かを運用する際に場合にはそのこんなふうに箱の強というマークをつけますので覚えておいてください。でこの命題はその、まあ、点列の収束の性質とそれからその集合がですねまあ、平集合とかそういう集合の性質に関する関連性を述べたものです。で、ここではその、まあ、座標平面上 R2 の部分集合 D というのを考えまして、それからこの R2 上の点列 PJ というのを考えます。で、この時に、まずこの PJ がですね、この D 乗 D に含まれるということを仮定します。これは何を言っているかというと、そのまあ座標平面上の集合 D があったときに、まあ、P の1、P の2、P の3点列ってこう点列があるわけですが、この点列のこう全ての点がですね、この D に含まれるということを言っています。で、かつ、PJ がこの J を大きくしていたときに、ある点 A に収束したとしましょう。で、このときに、この収束極限点ですね。この A はこの PJ の極限点というわけですが、この極限点 A がどこに存在するかということに関する性質で、どこに存在するかというと、実は、今日最初に言いましたこの D の平方ですね。この D の平方の中に収束するというのが1番目の性質です。で、気をつけてもらいたいのは、この D の平方というのは、必ずしも D の、D 上の点とは限らないということですね。これは、まあ、回集合とか平集合とか平方の定義をもう一度思い出してみれば分かると思います。でもう一つの性質なんですが、任意の D に含まれる点列 PJ に対して書きました。でこれはどういうことを言っているかっていうと、括弧1番では
まあ、ある一個の点列を考えておりますね。で、括弧2番では、たくさんの点列を考えるところに注意してください。すなわち、まあ、D 上にすっぽり含まれるような点列っていうのは、例えばこういう点列もあったりすれば、あるいはこういう点列もあったりします。とにかく、その D の中にこう含まれるような点列をすべて考えるっていうのは、この2番目の話です。ですから、たくさんの点列を思い浮かべます。で、この任意のこの D に含まれるような点列に対して、この点列がまあ、ある A に収束する、まあ、収束という点列ですね。だからもう少し正確に言うと、この点列の点全体が D 内に含まれていて、かつ極限点を持つ、どっかに収束するような点列を考えます。この収束する点列がの極限点が、この D の中にありますと。中にあるならばってことですね。これ仮定、ここまでは仮定です。もう一回言うと、その D 内に含まれる点列で極限点を持つもので、かつその極限点が全部この D の中に存在するならば、D は平集合ですっていうのが2番目の性質です。まあ、ちょっと最初聞いただけでは、まずこの内容ですね、この言ってる性質の内容をまあ理解することがまあ必要ですので、ちょっとまた改めて復習などするときによく考えてみてください。ここまでいいでしょうか。ここまで何か質問などありますか。はい、一応ですね、その点列の極限に関しては大体このぐらいでして、でこの次にそのいよいよその多変数関数の話、定義、それから関数の極限の話に入っていきたいと思います。それではここで一旦休憩にします。